どうも斉藤紳士でございます。さあというわけで、今日も昨日に続いてこちら、ねクロワッサンでございますけれどもに、私と間室美智子さん、蔦屋書店のですね、もうカリスマ書店員でございます間室さんとの対談が載っておりましてですね、今日は何をするのかと、ねいうところなんですが、このね間室さんはね一応ね肩書きとしましてはですね、代官山蔦屋書店の文学コンシェルジュというふうにね、このコンシェルジュについても語られていました。まあ門番ですよね、言ってしまえばね、本当にもう読んでる作品の量が違うんですよ、僕なんかとは全然違うんですけれども、間室さんの選書で5作、僕で5作ね。ちなみにまあ何を僕が挙げたのかはぜひ紙面上でご覧ください。買って購入してね、見ていただきたいんですけれども、間室さんが紹介された5つの作品っていうのを僕はまあ前にも言いましたけども3日前ぐらいに知らされて3日間でまあ読んだんです。まあなので本当に猛スピードで読んだので抜けてる部分もあるかもわからないんですけれども、でもねむちゃくちゃ面白かったんですよ。でそのうちの1つ黄色い家に関してはまあ動画を上げたんで、それはそちらを見ていただきたいんです。こちらも面白かったです。本当にお金にまつわるお話なんですけれども、なんかお金は暴力だというふうに間室さんもおっしゃってましたけども、本当に暴力だなと、なんか身につまされる部分がだいぶあったなというふうに思いました。で、まあいろいろあるんですけれども、もう僕はねかいつまんで全部を紹介してしまうとねちょっとあれなんで、まあ特に思った作品というところで、これね日立馬の骨っていう藤沢周平さんの作品があって、もうごめんなさい本当に僕は時代小説も読まないとなと言っておきながら全然読めてなかった、で、まあ正直司馬太郎の、作品を何個か読んだことがある程度なんですよ僕。龍馬が行くと最後の将軍と、あと なんかは読んでます、はい、何作品かは読んでますけども、でもそれだってもう学生時代で、もう本当に読めてないんですよ。で今回この日立馬の骨ね、藤沢周平さんというのはまあもちろんですね素晴らしい大家であるということは、知ってるんですけれども、まあ残念ながらちょっと本当に僕は勉強不足で読んだことがなかったんですけども、面白い、この日立馬の骨はめちゃくちゃ面白かったな。バディものというかで、ミステリーでもあって、だから舞台が時代小説というだけであって、こうね、まあ、とある人が殺されるわけですよ。で、この殺され方というと、こう幻の剣法というのがございました。これがまあ日立馬の骨っていうんですけども、これで殺されてると。じゃあこの使い手をちょっと探そうっていうところから始まるんですよ。これがねもうまさに犯人探しみたいな感じなんですけども、決してそんな感じの話じゃないだろうと思いきや、いろんな人と手合わせをしていって、でこいつだ間違いないって言っていったら、いやこいつじゃなかったなみたいな、うまくそのね、日立馬の骨をこう引き出そうとするっていうところが、なんか一人ずつこうなんて言うんでしょうね、探偵ものとかでよくあるじゃないですか、刑事ものとかでね、怪しいと思 こう容疑者一人一人を当たっていって話を聞いていってみたいな感じのがあって、最終的に犯人は誰かみたいな。でこの犯人も意外な人物ですし、こう面白いですよ本当に。あこんな話なんやっていうのと、やっぱりこの2人の男っていうのその関係性とか人間像っていうのも非常に面白いんで、ちょっとねこれぜひ読んでいただきたいなというふうに思います。はい、あとね、一条二郎さんの残念なスパイという作品なんですけども、僕これちょっとね申し訳ない、存じ上げなかった。 でも知ってましたよ、レプリカたちの夜ですかねは文庫でよく置いてるんで、誰なんだろう、まあでもミステリー系かなぐらいの感じでしか思ってなかったんですけども、ほんとこう一条二郎さんはね僕面白い作家さんだなと思って、レプリカたちの夜もぜひ読みたいんですけども、この残念なスパイっていうのが、73歳の新人スパイがですね市長の暗殺っていうのをこう命じられてというところなんですけれども、まあボケ倒してるんですよ、結構ぶっ飛んだ設定で、で
ぶっ飛んだ設定なんですけど、そこに説得力あるし、あのセンスがちゃんとあるんで読めるんですよ。で面白いんですよ。僕ね、読んでてこれなんかカート・ボネガット以来のこういうユーモアを書く、こういうそのボネガットみたいなユーモアを書ける人が日本にいたんだという驚きがあったんですよ。でまさかそれが純文学ではなく、こういうね、そのまあ大衆文学のようなところにいてはったんやっていう、まず驚きですよね。僕このちょっと作家さん、一気にこの残念なスパイで好きになったんで、まあレプリカたちの夜も読みたいですし、あまりそのバンバン出される方じゃないのかな、でもすごい面白かったんで、ぜひ皆さんも読んでみてください。はい、あの面白いですよこの人。はい、だからちょっと追いかけたいなと、ちょっとファンに、もう半分ファンというか、まあまあほぼファンなんですけど、ファンに、まあ、一作だけでっていうのはどうなのかっていうねところがあるんですけど、いやでも面白い作家さんだなと思って、この一条二郎さん、ちょっとね注目したいと思います。はい、まあそれ以外にもですね、たくさん僕あのこうここで紹介されてる本を読んでるんですけども、ぜひそれは紙面上でどんな作品をね、僕はもう紹介されたものは全部読みました。で僕がやってることじゃないとわからないような小説っていうのも、きちんとあの間室さんに挙げていただいて、なので非常にね面白く読めたので、皆さんもねこのクロワッサンを買っていただいてですね、ここに10冊の小説、まあ、僕が挙げたのもありまして、すべて読んでください。はい、もう宣伝はこれ以上はしません、ですけれどもね、だからこれからも僕はあのどんどんこう対談とかね、いろんなお仕事をですね待っておりますので、はい、何卒よろしくお願いします。はい、というわけで今日は以上でございます。どうもありがとうございました。